皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回は正統新規トリニティトリガーのファミ通紹介をしていきたいと思います。胸躍る発見を求めて。フィールドでの発見。豊かな自然が広がるトリニティアはエリアごとに異なるロケーションのフィールドを冒険できます。各エリアの特徴は自然豊かな森や凍えそうな雪原、流砂渦巻く砂漠などバラエティ豊かです。フィールドには通路やお宝が隠されていて、レアな強敵と出会うこともあります。色や形など他とは違う違和感が見つけるヒントとなります。街での発見。トリニティアには様々な街が存在し、多くの人たちが暮らしています。住民との会話の内容はたわいもない話からお宝にまつわる話まで様々です。彼らの話を丁寧に聞いていくことで、その町の特産品だけでなくトリニティアの世界に隠された真実を発見できます。バトルでの発見。バトルはフィールドを移動しながら操作キャラクターや武器を切り替えて敵と戦うシステムを採用されています。敵の弱点をつける武器を発見するのが攻略の鍵となるほか、技を強化してコンボをカスタマイズできるのでバトルスタイルを発見する楽しみもあります。ではキャラクターを紹介します。シアン。キャラクターボイスは市川太一さん。フラム。キャラクターボイスは小原好美さんです。自然豊かなウッドルースの村に妹のフィルンと暮らす青年で、ある日混沌の戦士に選ばれて神々の代理戦争へと巻き込まれます。記憶喪失のトリガーフラムと行動を共にします。エリス。キャラクターボイスは中村カンナさん。ウィズ。キャラクターボイスはファイルーズアイさんです。混沌の戦士として命を狙われるシアンを助けるためにとある村からやってきました。しっかり者ですが抜けているところもあります。相棒のウィズは真面目な性格で豊富な知識の持ち主です。ザンティス。キャラクターボイスは岩崎亮太さん。ライ。キャラクターボイスは伊沢勝利さんです。混沌の神と対立する秩序の神に仕える神官で、なぜか混沌の戦士のシアンを守ると宣言し仲間に加わりました。相棒のライは少年のような性格で、豪快なザンティスとは相性がいいです。といった感じですね。とりあえず今回はこの辺で。正統新規トリニティトリガーのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。